どうもみなさん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は90年代。ザ90年代という感じで、いきたいと思います。T ボランの、話したくはない。こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレる簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流、シンプル簡単バージョン。後半は、あのノリ。大きいね、ワイルドなノリなんですよ。8ビートの、でっかい8ビートでやる、かっこいいバージョン。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、頭の中流れてる曲、思い出のあの曲、カラオケで歌ったり CD 聴いたりするのもいいんですけど、このウクレレ で、ウクレレというか楽器と一緒に弾いてね、歌う弾き語りがほんとね、楽しいんですよ。ぜひ皆さんに体験していただきたいと思うんですけれども、楽器は苦手だなという方、いらっしゃるでしょう。いました。ここにウクレレが。ウクレレさんはいいですよ。簡単ですから。弦も4本だし、ちっちゃいからいつでも触っていられます。ウクレレだったらね、結構、もう、本当に簡単にできますから始めましょう。で、簡単なんですけど、始めたらわかる。奥が深いんですよ。なんで、ずーっと続けられるパートナーになってくれると思いますんで、ね、やりましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどんできますからね。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あら、もうできちゃったってすぐなりますから。ぜひやりましょう。YouTube ではですからね、いつでもどこでも、ちょっとした隙間時間にスマホでも見られるしね、テレビでお寿司もできる時代になりました。はい。無料ですからね、やりましょう。はい。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには、ガズが今までトリントリンと認めたありとあらゆるジャンルの音楽がもう800曲から900曲ぐらいもう上がってんですね。まあ、もうありとあらゆる音楽です。定番 J-POP、最新 J-POP、昭和の名曲、演歌、洋楽、ハワイアンソングに、アニメの曲、映画の曲も何でもかんでもです。ウクレレで簡単に弾けるようにレッスン動画になってますんで、ぜひ、いろいろやってみてください。さっきのリンク先のところで、検索できたり、ジャンルボックスから選べたりするようになっております。どんどん音楽やりましょう。さあ行きましょう。T ボラン、話したくはない。ガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。溢れる想いを今さら投げかけてみるよ。全てが変わらないようにこんなに Every day Every night 愛してたなんてもしたくはない。
ティーボランの話したくはないガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のを聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンになっております。2番とかこうフルコーラスやりたい方、コード進行一緒ですので2番の歌詞とかこう書き足してご自分だけの歌本を作ってください。動画と一緒にできるようになった方も、自分でそれノートに書いて自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるように、ガズのノートを見ていただきます。このイントロからこう始まって、これメロディーをメロディーのあるイントロをやって、こっから歌が始まるんですけど、ちょっとこれ見ていただくと分かるんですけど、言葉がですね、結構、スラ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 とこう早く入るんですよね。これタイミング結構コツがいります。このガズはですね、この上の点でね、タイミングを測ってるんですよ。はい。そうすると、今をま、まのところからリズムの C が始まる。今を前をこのって、この間のところにね、入ってる。この点でね、結構測ってるんですよね。こういうのちょっと参考にやってみてください。はい。で、この、一時停止でね、書いてくださいね。この B メロの下のところにこうカッコしてあるけど、これちょっとリズムね、アレンジします。かっこいいバージョンでやるやつなんで、今やったシンプル簡単バージョンはもうすべて全部、4つ引きでシンプルにあったということでございます。あとこういうところにちょっと書いてあるんですけど、下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンでやるアレンジになってますんで、後で解説しますんでね。はい。ですかね。言葉が結構詰まってる。思った、これゆっくりしたラブバラードだから、なんか、ゆったりしてるかなと思ったら、案外こうね、言葉のね、乗せ方早いんですよ。はい。で、サビになったら、この印象的なこの、ね、大サビのメロディーが登場します。コード進行シンプルでね、すごいですよね。はい。この辺のメッセージ書いてある。これもね、後で解説しますからね。はい、一時停止。まあ、テロップ見てもらった方がわかるかな。はい。これがまた、じゃあ、ここでちょっと感想見たら C で伸ばしてからまた B メロから B メロ2番やってこうサビに、エンディングに行くという感じでございます。はい。これがガズレレアレンジです。フルでやりたい方はどんどん書いてくださいね。じゃあ、出てくるコードの解説いきます。C と A マイナーと F、G7、E7。はい。コード5個やった。これはいいですね。コード5個。はい。これはですね、ガズレレでは入門コードのグループなんですけど、今日はこちらをシェアしたいと思います。これはいつも出てくるんですけど、ガズレレ必須コード。これガズレレ必須コードって一体何かというとですね、コードっつうのを覚えなきゃいけないんですけど、本当は星の数ほどあるんですよ。でもね、どうしようかなと思うじゃないですか。皆さんウクレレで音楽やろうと思った方、ウクレレにとって、めちゃくちゃ便利なコードをまず覚えましょう。このね、ガズレレ必須コードってね、10個ぐらいあるんですけど、この10個覚えておいたらもう本当にこのガズレレロジックではもう何でもできるっていうぐらいのすごいコードのグループですね。これを最優先で覚えてください。これね、10個あったら、まあ10個もあるのかと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たら1本指で押さえられるコードもいっぱいあったりして、簡単なんですよ。ただ10個いっぺんに覚えるにはちょっとコツがいる。それを私が解説してます。ここにリンク貼っときます。このリンク先でコードは楽しく愉快に覚えましょう。はい。ガズレレ必須コードは、ここの、動画で完全に覚えちゃいましょう。はい。そしたら今日はその中の5つですから、できますよ。はい。それではここからかっこいいバージョンに入っていこうと思います。かっこいいバージョンはやっぱりですね、リズムです。リズムでこの、おっしゃり弾いたりする、この駆け引きをちょっと表現する感じ。はい。まず前半のところはこのガズペジオという弾き方をします。こんな感じです。これでしっとりこうピアノっぽいイメージでね、これもともと原曲もピアノですから、はい。で、このガズペジオって弾き方なんですけど、イントロのところではさらにガズペジオを伸ばすバージョンのやつ、こんな感じ。じゃーん、タントントン、タラーン、はい、伸ばす。タン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 、はい、ガズペジオとガズペジオの応用をやってみたいと思います。これちょっとね、練習するとすぐできるようになると思います。ほいで、A メロの2番と B メロは、8ビートのノリなんですけど、実は16ビートっていうちょっとね、面白いリズムにしたいと思うんですけど、とにかくA メロの2番のところ、ここです。ここのところ見ると、ここ書いてあるでしょ。タンタタンチャって書いてあるんですよ。ここ。このリズムをちょっとやりましょう。これは、本当はですね、こんな感じです。タンタタンチャ、タンタタンっていう風になるんですけど、これね、ちょっと16ビート的なノリの取り方でやった方がいいんですね。タン、タン、タン、チャカツカ、タン、タン、タン、チャカツカ、タン、タン、タン。はい。8ビートの感覚なんだけど、手首は16ビートで振っといた方が、このリズムをキープできるんで、これがいいと思います。その後の B メロも、諦める、ダンズク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 、
というような感じで、大きい感じの8ビートっぽいノリなんだけど、実は16ビートっていうちょっと変なというか、そういう乗り方でやった方が、あの表現できると思います。で、サビに行ったら今度は逆に、大きい8ビートでいきます。こんなに、every day。こんな感じで大きい感じ。だからこう3段活用ですね。ガズペジオと16ビートのチャンになるのかな？はい。それとあとは8ビートのチャンですね。この3つの弾き方でこの曲やってみようと思います。この3つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚。その中からこの3つの弾き方、動画で解説していますので、マスターしてください。ガズペジオはちょっと大丈夫だと思います。8ビートのチャンとか16ビートのチャンは、まず基本になるのは8ビートというリズムが基本になりますから。まずそこからスタートして、だんだんこうレベルアップしてやってみてください。ちょっとね、16ビートとか、チャが入るとちょっと難易度が増すんですけど、こういうのをだんだんこう獲得しているのが、この音楽の面白いところですから、はい、気長にちょっとこうマスター、徐々にマスターしていってください。で、キメが入ってきます。キメ。どこで入ってくるかというと、A メロの、2番の A メロのこの最後のところの、ここね、CCCG7 でここキメって書いてあるんですけど、ここね、16ビートの一番最後のところに1回 G7 ジャーンとアップで入ってくる。スターンみたいな意味ですね。ここちょっとやってみましょうか。A メロの後半。遠ざかる二人の距離を追いかけて慰め、次ですね、だんだんスターン、ここ慰めてた、次ですよ、諦める、スターンね、スターン、シー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 、スターン、ここ同じようなタイミングで決めるところが次にすぐ出てきます。ね、ここですね。今のがここのね、CCCG7 つめ、ここだでしょ？ここ。諦めるよりも信じることが、ここなんですよ。FFE7。FFEm7E7。ここでもタターです。ここもちょっとやってみようかな。B メロの始め。諦めるよりも信じることにかけてみる。ダン、ダン、ダンってか、ダタン。最後、ツターンです。これ2箇所同じようなタイミングでこうアップでこう決める。シンコペーションの決めが入ります。そんなわけでこう細かい決め、ちょいちょい入ってくるんですけど、基本的にはこのさっきも言ったんだけど、重心の低いこう、世界、こう、大陸的な8ビートのチャレンジ行こうと思います。早くなんないように気をつけて、こう、ゆったりね。はい。あとそれともちろんやっぱり、話したくない。話したくないよというその心持ちを表現するわけですから。歌詞をね、しっかり読んで、感情も込めて、どっしりやってみましょう。ガズレレ流かっこいいバージョン。ティーボランの話したくはない、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。でーん、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 今お前をこの腕に抱きたくて、切ないよ、会いたい時がどれほど辛いかと問いかけてた。一人きりの夜ならば今すぐに会いに行くよ。遠ざかる二人の距離を追いかけて諦めるよりも信じることにかけてみる。思いを抱きしめていたい。こんなに Every day Every night 勇気づけてくれた。溢れる想いを今さら投げかけてみるよ。全てが変わらないように、こんなに Every day Every night
たなんてもEveryday 話したくはない。せーの、話したくはない T ボラン、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あの最初ね、こうおとなしく始まってだんだん盛り上がってサビでこう絶好調に達するあの感じ、エネルギーを満載で話したくはないってこう思いもねどっぷりこうつけ込んで、歌うのも素晴らしいんじゃないかなと思います。皆さんどんどん歌いましょう。ありがとうございます。さあガズさん、このウクレレでイベントやったり、このウクレレ販売したりとか本出したりとかいろいろやってるんですよ。この後ちょっとガズレレのいろんな情報載っけときますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。楽しく音楽しましょう。音楽って聞くよりねやる方が最高なんです。どんどんやりましょう。今日は見てくださってありがとうございます。それではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけですね、とりあえずはですね、もう何はともあれガズレレ .com ホームページをご覧になってください。ここにリンク貼っておきます。で、最新情報なんですけど、イベントはですね、ちょっとあの年内のイベントはもうちょっとソールドアウトが続いちゃって、参加できるイベントは申し訳ないことはないんですけど、来年もう山盛りで今計画してますんで情報をお待ちください。そしてこの今毎日ガズさんが使ってるこのガズのわがままウクレレ、これベトナムで作られてるオールタン版のめちゃくちゃ高品質なウクレレをなんとかこうリーズナブルに届けようというプロジェクトなんですけど、昨日事前予約販売をまた再開しました。そのところあのコンサートサイズはもうあっという間で当日なくなってしまい、予約注文分はソプラノがあと若干ありますんで、もし興味ある方ちょっとホームページ見てください。ここのリンク貼っておきます。これはウクレレ専用のページなんで、ね、ちょっとここでいろいろ見てみてください。あと本もいろいろ出してますよ。本、はい、リットミュージック社から出てるこの黄色い本が今来てます。来てます。はい、これめちゃくちゃ分かりやすいんでお願いいたします。あと主婦の友社から出てる人生を語ってるいい本も出してるんですよ。こちらも必読です。ぜひ皆さん読んでください。ブログとかね、サブチャンネルガズトークっていうのもやってるんですよ。もう盛りだくさんですから、ガズレレは、音楽だけじゃなくてやっぱライフスタイルっていうか、もう本当にそういうとこまでねこう楽しくいこう、こんな風にコンセプトでやってます。音楽ね聴くよりやる方が楽しい。どんどんやりましょう。ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。